目標は鍋とちょっと被るんですけど、札幌ドームでコンサドーレが J1 にいてもらって、僕も J1 担当の審判員になって、その担当してそこに家族を招待するっていうのが今目標です。今年の目標、プリンスリーグとか担当した試合で、まあ、常に走るっていうのはそうなんですけど、マネジメントを課題出たので強さを持ってちょっとやりたいなと思います。でもう一つ直近でできたんですけど、この間、お世話になったインストラクターの方々に今年もう一回見てもらう機会があれば、ちょっとでも成長したなって思ってもらえるように活動できたらなと思います。常日頃から体幹トレーニング、筋力トレーニング、あと競技規則の理解を1日ちょっとでもやっていくっていうのが日頃のやることです。頑張れ岡田。